はい、今週も始まりました。大人気バトルニュースのよしコラムから生まれましたよしこの仁義を果たすもの。はい、今回第3回目となりましたけれど、第1回目セサエリ、第2回目岩谷真由の動画がともに YouTube 再生回数が1000回を超えました。はい、ありがとうございます。ということで今週は、1000回超えを祝してこちらのメンバーでやっていきたいと思います。イエーイ。はい、あれですね、マイが前回この3人で動画撮るためにねって言ったのが叶いましたね。ねえ、ね、いやでもさすがにそれ叩いてかぶってじゃんけんぽんはどうかなと思うんだけど。本当思うでしょ。そうだね、3人でやってもつまらないでしょ。2回で終わり。確かにやることないんだ。はい、来て第1期生です。3人になっちゃいましたが、はい、本当になんかやることがない。どうするのこの動画。ちょっと箸落としてしまう。はい、今は夜ご飯を食べてました。はい、はい、ラーメン食べて、うどん食べて、そば食って、みんな別々っていう。なんかアピールしたことあれば今のうちだけど。あ、自分初めて人生生まれて初めてディズニーランドに行ってきました。おお、いつ行ったのよ。ちょっと前。知らなかった。え、ディズニーランドだったの。そう、生意気にディズニーランドなんて行っちゃって。感動しましたね。何乗ったの。最初にカリブの海賊だっけ、さ、ジャックって叫んでしまったクオリティが好きだもんね。そう、半端すぎて、まあ、DVD 全部持ってるから。あ、ジャックがおるよ、ジャックおるやんみたいな。惚れた。超惚れたね。なんか想像つくわ、大体。やっぱほら、田舎もんだから、所詮。あー、確かに、なんか都会に来て。そうそうそう、東京タワーに初めてのディズニーランド感動するよね。感動したわ。え、ディズニーランド行ったことある。あるあるある。本当に。何が好き、何が好き。ディズニーランドの中で、うん、アトラクション。アトラクションなんで、結婚前までは、そう、私初めて行ったのがね、3歳とか4歳とかだったね。いいな。その時はね、なんかシンデレラ城とか好きだったの。え、アトラクションじゃなくて。アトラクションだったよ、中身。あ、なんか剣とかも。そうそうそう、あれメダル持ってるからね。何わかんない、話がついていけんのね。でもね、今はね、やっぱホンテッドマンションが一番好きかな。エレベーターが降りるってやつ。そう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 。乗った乗った乗った。店員さんがね、めっちゃ怖かったの。なんか、そのキャストっていうか、その人が、なんか十字架の、なんか、そうそう、看護師さんの帽子みたいなやつに十字架書いちゃって、こちらからお入りくださいみたいな感じの人が見たの。キャスト無表情、完全紅白。でもそれかなり気合入ってんじゃん。多分このアトラクションのためだけに雇われたね、多分あの人。あ、じゃあ面接行って、もうあなたは、そうそうそう、顔見た瞬間にあなたはホンテッドマンション。そうそうそうそれぐらいって言った瞬間、本当に逆にお化けよりこっちの方が怖いわみたいな。やばいやばい、うん、すごいね。あれだよね、ディズニーランドは撮影禁止なんですよね。え、ディズニーランド行きたい。行きたい。シー行きたい、シーも行きたい。あ、シー行ったことないけど行きたいよ。ランドとシーの違いが分からんちゅうね。え、なんかさ、ランドはさ、ほんと子供向けじゃん。え、嘘、もう十分。シーはね、お酒とか飲めるらしいから、ね、そう、絶叫マシーン中心だよね、しかも。うーん、シーの絶叫マシーン乗って首痛くなった。なんでマジ激しい。むちゅうちみたいになったんだよ。むちゅうちみたいになった。わやかそれ。やばいな、マジ本当わやだから。え、ディズニーランドの乗り物で何が一番楽しかった？あのね、でもなんかね、3つあんの。何？選べない。それやっぱ最初に入ったっていうのもあるんじゃないけど、カリブの海賊はもう本当、うん、あのテンションぶち上がったし、うん、あ、やべえと思ったの。うん、あと、あのあれよ、水にさ、ザバーンってなるよ。フラッシュ。フラッシュ乗ったの。フラッシュ。うわ、信じられない、あんなの乗るなんて。マジで。ありえない。超面白かったよ。面白くねえし。あとあれのもうちょっとなんかグレードが低いバージョンのやつ。グレードが低いバージョンのね。ジェットコースターみたいな。え？ビッグサンダー。ビッグサンダー。ビッグサンダーもんってなんかさ、山みたいな山っていうか。トロッコ、トロッコっていうか。え、覚えてないわそこまで。え、ぐるんぐるん回った。
そんなんなんだ。そんなんじゃないの。あ、そう、ディズニーの話をしたんですよ。そしたらエリちゃんがなんか、なんだっけ、パリじゃない、カリブの海賊に本物の人形がいるんだよ。違うよ、ホンデッドマンションだよ。ホンデッドマンションの中に全部幽霊じゃん、あれって、うん、なんだけど、人形で一つだけどっかしらに生きた人間の人形がいるの。は、生きてはないよ。バカじゃない。いや、何で生きてない。それもうさ、事件だよ。生きた人形がやばいよね。生きた人形って、人形って言ってる人間、人間の形をした人形がいるわけよ。生きてないでしょ。生きてたら大事だよ、それ。本当事件だよ。一回さ、いるらしいの。私も一生懸命行くたびに見つけたけどさ、いるらしいんだよね。へぇ、見つけたいね。そんな裏情報らしいよ。あ、これディズニーランドで買ったんです。これ見せていいのかな。サリー、小池はサリー超大好きなんですよ。サリーと同じ髪色だもん。そうそうそう。ディズニーランド行ってかき氷を食べたんですよ。何の。なんかいちごのなんかお高いやつ。500円もしたの、あれ。高いよ、200円。200円もして、そんな高い言ってんのよ。そうで、行ったらなんか前サリーのぬいぐるみをつけてたんですよ。つけ、ぬいぐるみをつけてたね。あのなんか子供がショあカルーみたいな。そうそうそう、それを前にこうサリーが来るようにカルって、で、あ、サリーと同じ髪型ですねとか言われて。髪型、髪型髪型わやじゃ、それ髪色ですねとか言われて。超わやサリー髪あるのかよ。あ、そうなんですみたいな。あ、わかりましたみたいな、うん、そういうつもりなかったんだけど、うん、やっぱね、従業員さんには分かったみたいなね。分かったみたいな。そう、何の話だよ。何、訳わかんなくなってきた。とりあえずサリーと同じ髪型でよかった。何、そうそう、紫色かなと思った。え、なんで髪の毛に。でも本当に一緒なの。聞く声でさ、ちょっと待って、キモーイとか言ったんだけど。それはないでしょ。もう帰りに言われたら終わりだよ。そのくらいとかめっちゃ鳥が見えるかな。あ、警察、毛が、無駄毛が、無駄毛が、ここすごい。あ、無駄毛。ここすごいって鳥肌じゃなくて無駄毛かよ。なんかさ、もう夏だしさ、なんかみんなでバーベキューとかやったらいいじゃん。したい、花火したくない。花火、まあいいけど、でも私ちょっと花火するの絶対怖いんだけど。マジでやばいよ、うち花火したから。しかもロケット花火の超。花火といえばさ、前になんかトラブルあったよね。なんかネギが飾ってあったとか。そう、なんか一昨年の夏ぐらいになんか練習終わってみんなで土手に行って、なんか花火買って、じゃあ土手に行ってやろうみたいな話になって、土手に行ったら誰もいないのにバケツに最初はなんかその土手の降りる階段みたいなところに花束置いてあって、え、マジちょっとこれヤバい系じゃないのかなと思ったら、その近くにバケツがあって、そのバケツの中にネギ、ま、ネギが丸々一本、長ネギが丸々何もされてない状態で入ってて、そう、超ギッてよね、あれは。だってさ、みんなさ、マジヤバいよ、マジヤバい、ちょっと帰ろうよみたいな感じになってるのに、そのネギを見る瞬間に、あ、大丈夫、みんな爆笑爆笑、大丈夫だと思って、普通に花火して帰って。ロケット花火を人に当てるんですよ。そう、危険。え、だって花火は人に当てるものの。いや教わったの。違うでしょ。いやそれ間違った教わり方で。あ、これちゃんと入れてくださいした。花火危険なので真似しないで。あの、ロケット花火をそのフードのところに入れて火をつけるんですね。そうか、楽しいの。マジ怖いよ、本当に。あなたね、いくら何本足に当たったと思ってんの。違う、それは顔かすめるしさ。それは違う、風のいたずら。あなたのいたずらね。風のせいにしないと。いや、でもあれだね、ちゃんとやりたい、ちゃんと、ね、花火打ち上げとか。あ、全然やってないし、やりたいよ。ね、バーベキューやりたい。バーベキューやりたいな。海行きたくない。海行きたくない。海行きたくない。じゃあ、そうだね。海。海行ってバーベキューして。オッケーだって。オッケー。オッケー。じゃあその時はあのチャラメガネさんも存在してくれるということで。はい。オッケー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 。ゲラは出ないですけどね。オッケー。自腹で。さすが。じゃあどうする。もう50、40、スポーンなんですよね。
そう、ちょっともう時間が押しているのでトークは一旦終了しますか。はい、そうですね、この辺でトークは一旦終了という。大丈夫かな、盛り上がったかな。ね、大丈夫だよ。うん、大丈夫大丈夫。だ、なんとかなるさーだっけ。え、あ、心配ないさか。心配ないさー。ごめん、もう空気崩しちゃった、はい、締めましょう。はい、よー